はい、どうも、かつきです。それでは元気に、くまかぶさんも、行ってみよう。ご機嫌いかが、いい感じ。お腹がいっぱい、コロコロしちゃうな。ほいてな感じで、ボブさんも始まりましたけど、なんか工事やってた。いや、高いな、ここ。ボブ散歩じゃねえべ、バカ。バカ。クマカブ散歩だよ。最近ね、なんかね、アニメの話なんですけど、ボッチザロックってあるじゃないですか、皆さん。ボッチザロック。マジ、みたいな、見てない方は見てください。マジ面白い。夫婦してハマってます。まあ鬼滅の刃もそうだけど、夫婦してハマってますけど、それ見てたらね、なんかね、まだね、バンド欲がめっちゃ上がってきちゃって、まあバンドはできないけどな、いつも夜活動してたから、なかなかね、まあ機会があったらね、またね、昔やってたバンドをちょっとあの一夜限りのライブで復活させたいとは思ったんですけど。そのバンドで1回だけ、もう1回だけライブやりたい。練習は個人で練習で、スタジオはそのライブ当日だけみたいな感じにしてやりたいと思ってたけど、絶対グタグタないそれ。とは思ってないの、本当に面白くて。なんかバンドって楽しいよな。まあ、バイク乗る前はバンドやったんだけどね、ずーっと。知らない人はいるかもしれないけど、俺の動画、あ、今はギター動画上がってねえけど、あ、昔は、まだ上がってるか、これ。探してみるとありますよ。かずきチャンネルっていう、ギターやってる有名なチャンネルがあるからね、同じであの名前の。で、チャンネルが英語だったかな。かずきやひらがなチャンネルがやってるんで、多分その人がヒットしちゃうんだよな。俺、弱小チャンネルだから。この話はね、ギターとかやってる人向けなんだけどね。なんと僕は一番好きなギターはレスポールでございます。このミュートした時のこうガッツンとしたこう、なんつうの、ロックっぽいブリッジミュートっつうの。あれは本当、ああブリッジミュート、うん、ずんずん言ってるような音。言葉に表しにくい。ずんずん言ってる音がいいんですよ、ほんとに。まあストラとテレキャスというのは乾いた音も好きなんですけどね、ジャカジャカ系は。俺聞いてきたバンドで、まあ他の人は違うかもしれないけど、チャットモンチーってバンドいるじゃないですか。あれを聞いてみれば、これテレキャスの音だなって感じする。マジで乾いた音でガシャシャカシャシャキーンみたいなね。言葉の能力がねえよ。ほんと色やと音聞くだけで分かるような感じになってるけどな。足元とかさ、もう一時ね、あのマーシャルのアンプヘッド買おうとして、マーシャルじゃねえ、ヒュース&ケトナーってやつかな、のアンプを買おうとしてたよ。あの、ひたちなかに音楽工房っていうスタジオがあるんですけど、そこでヒュース&ケトナーの青く光る真空管丸出しの、あの見た目がかっこよすぎてね、あれ一回買おうとしましたからね。買わなくてよかった。ただのそのゴミみたいだった。今だったら家じゃ鳴らせないからね、あのでかいアンパー。ただあのでかいアンパーマジで気持ちいい。まあギターやってたら憧れじゃないですか、やっぱマーシャルか。マーシャルとレスポールは結構相性がいいからね、盛り上がってきたので、ね、ストラトはね、俺的になんかツインリバーブとかフェンダーのね、ツインリバーブとか、なんだかと、まあ、スタジオの定番のジャズコーラス、ローランドのジャズコーラス、あれが結構、音作りやすかったな。基本的にアンプの歪みは使わず、足元でエフェクターでやってたんですけどね、楽
しかったな、あれ、なんか試行錯誤して。まあそんなロック調じゃない、なんかがっつりなんか重めの音楽やってたわけじゃないからね。557188、この番号バンドを聞いて懐かしいと思う人もいるかもしれない。このバンドのコピーをずーっとやってて、だから女性ボーカルバンドが多かったですよね。まあところがこのバンドは要はテレキャスターとか、まあ、最初はジャズマスターだったけど、まあ、途中からテレキャスター、自分今チルヌルボアカっていうバンドでやってる中島ゆみさんか、この方マジで声が好きで、一度皆さん YouTube にあると聞いてみてください。俺は浮舟っていう曲が好きですねなんかこう演歌っぽい和風っぽい感じの和ロックみたいな感じなんで、聞いてみてくださいちょっと休憩する、そこファインまで。いやー、そうだね、ギターね、バイク乗ってギターやってる人もいいじゃないですか。俺のチャンネルでもいるかな。まあ今所有してるのはね、ひたちなか音楽工房さんマスターが作ったオリジナルギター、ストラトの刀っていうストラトと、レスポール持ってるんですけど、ギブソンじゃなくてギブソンのレスポールカスタム持ってたんですけどね、昔は高級すぎてね、あんまり使うとかなって売っちゃいました今までの残しとけば値段上がってたのにと思って何年モデル買ったか忘れたけど、カスタムショップ製だったような気がするな、で、あとエドワーズのレスポールを持った。軽くて弾きやすいですよね。 ESP、まあ、ナビゲーターっていうレスポールも売ってるけど、あれもバカ高いからね。ハイスタのケンさん使ってなかった、ナビゲーターのレスポール。あれ頼むだっけ、マリマのギターの人も使ってた時です、まあ、ESP ケース、まあ、あれも高級ギターだいいよねマジで。バンドしかやってなかったもん昔、本当に。まあオリジナルもやったけどね前久しぶりしたけど、ビジュアル系っぽいの、この顔でビジュアル系やったから、まあ、ライブまでやんなかったけど、途中で抜けちゃったんですけど今じゃバイクしか乗ってねえって趣味はね、たまにギター弾いたりしますけどね。息子はね結構ね、小学がね結構なんか楽器が好きなんですよ。 音が出るやつね、ギターとか言ってね、可愛いですよ。俺がバイク乗ってる営業で、乗り物バイクも好きになっちゃって、特に俺の動画ハーレー乗ってる動画が好きなんですよ結構反応してくれる、めっちゃ可愛い一夜限りのライブをいつか実現したいと企んでる今日の熊田でした今日全くバイクと違う話してみたいけど、多分これは見る人いないなまあ、見る人いるとかいないとか思って話してないからね、ただの自分の趣味の動画でございます動画も趣味です YouTube もなんかそんな感じで今日は終わりにしたいです。それでは皆様ご視聴ありがとうございました。終わりまたねー。